こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、オールアメリカンドラマーのナンバー3の解説をしていきます。まあ、前半と後半と通して見てみようっていうところを、全部やっていきたいと思うんですが、まあ、前半のところでポイントとなるところの解説と、後半のところのポイントとなるところの解説、そして最後通して、譜面と一緒に見てみましょうということをやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、前半の部分ですね。このドゥルラドゥルラっていうところはですね、ここはですね、こういう風に書きました。ここがアクセント、ここノーアクセントなので、これが一段上高い感じですね。ドゥルルダン、ドゥルルダンっていう風になってますね。ドゥルルダン、ドゥラン。だから3種類の高さの音に分けなければいけません。で、ダ、ドゥルラッタ、ルタツツ。これはよく、もうほんとマーチングによく出てくる。タン、ダン、ルタツツ。で、ここが、この間ちょっと説明した、5ストロークの上に、手前にドラッグが乗っかっている形ですね。で、アクセントがここにあるので、タッ、これが中間で、こっちの方が音量がちょっとでかいですね。この表記ではこうなってますが。タッ、トゥルラタトとタ、ここも音量が出る。トゥルラタトとタってことですね。3段階に音を分けましょうということですね。まあ、できればラフなんかもうちょっと近くてもいいのかな。4段階ぐらいに分けてもいいのかなと思います。タッ、トゥルラカタとタッ、トゥルラカタっていう風ですね。で、タツツツツタツツ。ここですね、シングルパラディドルなんですけど、これ、読んでも出てくるんですけど、これ、普通だったら、パラディドルってここがアップじゃないですか。ここがアップ、シングルパラディドル。ところが、これは、アクセントがずれてるので、これ1個目。タツツク、ツタツク。要は、ここのフレーズの文字っていう感じっていうか、まあ、マーチングでよく出てくる、この、シンコペーションアクセントですね。ツタツツツンってやると、裏拍にアクセントがあるので、ウッターン、ドンっていう流れができるということですね。これは、右、左。で、右、ここがアップになります。なので、ここタップに変わります。で、ここフルストロークなので、スタツクタンってことですね。ここを、しっかり、やりましょうね。これ、4の時にもちょっと説明しますね。で、ここレッスン25ですね。タットラット、タットラットってやつね。で、これは、レッスン2がちょっと1から出てきてるんですけど、またまとめて、解説、エチュードで行いましょう。で、ここ、15ストロークですね。13の手前にドラッグが乗っかってます。なので、タッ、ドラー、タタタタタタタンってことですね。なので、ここは、解説してますが、でも一番ここがでかくて、ラタタタタタタンは中ぐらいの音量ですね。ラタタタタタタン。ここがすごくスピードが上がって、ムラって乗っかって、タタタタタタタン。で、また7で戻るというところですね。ここまでの解説ですね。じゃあ前半の、ポイントポイントになるところの解説を聞いてみましょう。オールアメリカンドラマーの3の解説をしていきたいと思います。3はですね、これは、4つの7ストロークロールの時にも、解説しましたが、5ストロークの、まあ最初5ストロークから始まるので、トゥーラ、トゥーラ、トゥーラ、ラ、トゥーラ。まあ、5ストロークのターゲットがどんどん変わっていくということと、まあ交互にやっていって、で、タッ、トゥルラ、トゥルラの手前にラフがつった。で、これを15ストロークロールでも出てきます。ダッラー。これ、両方がフォアで、あーラバラバダ、あーダッダダ、フィリア使ってますよね。ちょうど7と、15で使ってます。なので、これ、非常にこのロールとか、こういうのは、もうマーチングはものすごくみんな上手いですね。ということで、7ストロークロールと15ストロークロールですね。15ストロークロールのターゲットが、3連なので、タッ、ラー、アー。これはまあ、すごいドラマチック。タッ、ラー、アー、タカタ。タッタカ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 タではなくて、タッ、ラー、アー。タッ、ラーって乗っかって、タカタタカタタンっていう、なんか、こう、ブレーキがかかる。という形ですね。はい、後半はですね。こちらですね。ここはシングルパラで普通のアクセント。で、タタンタタトラ、タタンタタタンタタタンタタツツツ。まあ、ここら辺は何も普通の、音形なので問題ないと思います。で、タツツツタツタツ。まあ、シングルパラドルがあって、モチーフがあって、このフレーズがあって、これがま、問いかけみたいな感じですね。で、最後は、ラタマキュー。ラタタタン、トラタタタン。ラタマキューは両方とも、これ、ラフがついてます。これの形で覚えておきましょう。シングルラタマキュー、ダブルラタマキュー、トリプルラタマキュー。これまたエチュードで覚える。これ難しいんですね。またやりたいと思います。で、さっきの7ストロークロールが出て、で、バックします。で、ラタタタンっていうんですね。まあ、ラタマキューのとこだけちょっとやってみたいと思います。
で、ラタマキューです。ラタマキューは、ズラタタタ、ズラタタタ、3連の手前にラフが。まあ、ラフっていうのは非常に使いやすくて、このままドラムソロで使えるので、ラタマキュー。これはラタマキューって聞こえた。ラタマ。言われてみたらそうだけど、俺は、よく浮かんだな、みたいな。ということですね。ラタマキューはまたエチュードがあるのでやっていきたいと思いますが、この辺ができたら、全部オールアメリカン3できると思います。はい、それではですね、通して譜面と一緒に聴いてみましょう。はい、いかがだったでしょうか。ドラッグの入れ方が非常に役に立つので、これは本当にジャズらしくなりますので、この、エチュード、3番のエチュードができると、かなりジャズらしい、ドラムソロが作りやすくなると思いますので、ぜひ練習していただければと思います。これまとめてね、またドラッグパラデュールとか練習したいと思いますね。2番で出てきたやつとかもね、S25 のあたりとかもドラッグの使い方をやっていきたいと思いますので、また引き続き、ルディメント頑張っていきましょう。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。